持って身動きもできんとは。持てるもんだけ持ってさっさと連れ去るぞ。 果てた侍の跡、何時に一時の力で女さんを。なんてこった。お前の腹の中には。
じゃん、このボケ。猫か？すねにまとわりつくって。誰かこの地獄を終わらせてくれ。桜の社に何をなんだろうな。この闇が悪さしておるのか。うまく力が入らぬ。人の断りから外れたるものと知るべし。何時神妖の技にて気の器をかけさせる。さすればその気枯らすことあたわ。
盗賊どもにどうか天罰を。命だ。もう何にもの、もう何。
危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。うお、すっげえな。と。ほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。待ってたぞ。あのフミ、読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎。お前の名は？ヒデか。よし、じゃあヒデの字な。呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか寛容だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ？来いよ。しかしすっげえな、あんなごついの。で、喋れないのは何かわけが？あ、すまん。ま、いろいろあるわな。俺の集めてる霊石には大きな力があったな。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力が物を言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあってもとな。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろ、秀之次。
え